春地下シリーズは初のバレによる日本の推理小説のシリーズ。角川書店より2008年10月から刊行されている。廃部の危機にあった弱小吹奏楽部に所属する春田と地下が校内で起こる様々な事件を解決する。推理小説だが、吹奏楽の甲子園、不問間出場を目指す青春小説の面もあり、 また同じ人を好きになった二人が対立する恋愛小説の面もある。2015年6月にアニメ化が発表され、2016年1月から3月までテレビアニメが放送された。2016年3月には実写映画化が発表され、2017年3月4日に公開された。主演は佐藤勝都と橋本環奈。登場人物の年齢。 学年は物語開始時のもの。第2作、初恋ソムリエより進級している。第5作、惑星、カロンからは3年生が引退したことで役職のついたギャラも存在する。誕生日はテレビアニメ版オリジナル設定。清水南高校自体は、静岡市清水区に実在する高等学校であるが、作品中ではあくまでモデルとして名称が登場している。なお、 映画版では、公名が、清水北高校に変更された。清水南高校吹奏楽部ブラックリスト実決、その他の生徒富士が、先高校精神女子高校原作には登場しないが、例外として、春地下春田と地下は、青春する BD、DVD 特典の初のバレ書きおろし小説、およびコミカライズ版に登場する。単行本のカバーデザインは、 すべて坂野光一が担当している。角川文庫版は、第3作、空想ウルガンまでは、坂野光一と、丹治洋子が担当していたが、2013年6月の、発見。角川文庫2013夏のフェアを機に、鈴木組と山中彦のカバーに新装され、その後刊行された第4作、千年、ジュリエット以降も、鈴木組、山中彦が担当している。 テレビアニメ化に合わせて2015年12月9日よりアニメビジュアルタイが巻かれた角川文庫の期間1から4巻が期間限定で流通している。春地下体質ゲーム、春地下、初恋ソムリエは、は、カラスバウが担当している。その他アンソロジーでは、君が見つける物語憧れのハイスクールライフ、初週、クロスキューブの挿絵を、天宮千春か、 vs. コチカメこちら、葛飾区亀有公園前発出所のベライズアンソロジー、初週、不合理な24の挿絵を山中彦が手掛けた。ブータ、作画の漫画版が、春地下のタイトルで、月刊少年エース2015年12月号から連載されている。キャラクターの用紙は、テレビアニメ版に準拠している。テレビアニメ版では収録されなかった。 決勝泥棒のエピソードが漫画化されている。春カ・ハ春田と地下は、青春するのタイトルで、2016年1月から3月まで放送された。PA ワークス制作。春カ・ハ春田と地下は、ラジオするは、2016年1月6日から3月30日まで、おっと泉にて配信された。ウェブラジオ番組。本配信前々週の2015年12月23日に、 第霊霊回がプレ配信された。2016年7月20日には第 SP 回が配信された。パーソナリティはブリードカットセーラーエミと斉藤相馬。毎週水曜日更新。春地下のタイトルで2017年3月4日に公開された。一位正秀が監督佐藤勝利と橋本環奈がダブル主演を務めた。佐藤は本作が 映画初出演で初主演となった。映画オリジナルストーリー。全国113スクリーンで公開され、2017年3月4、5日の初日2日間で、講習後、225万7、150円、動員4万42人になり、映画観客動員ランキングで初登場第8位となった。春地下春田と地下は、青春するに関するカテゴリー、 春地下に関するカテゴリー、ありがとうございます。